それで、したらね、1月の4日、翌日にね、岩見ちゃんその店をクビになりましてですね。まあだから、ただの病気でしょう。だから、そう。本人は自覚してないけど。そう。そう、やたらクビになるからね。そう。100% クビになるから。な、永井さんの店もクビになったし、その。うん。はい。ああ、いいじゃないですか。うん。ああ、かぶっちゃった。うん。この間ね、なんだかんだ言って初めてね、その、私の知り合いから紹介していただいて、散々俺モノマネやったじゃないですか、永井さんの。でも初めてご本人に、この間正式に挨拶させてもらってね。すごい、やっぱ緊張しましたね、なんだかんだ言ってね。そのね、で永井さんはやっぱいい人だね、だからね、すごくね。だから今までずっとバッティングはしてたんですよ。同じパーティー会場に何回もいたことはあったんだけど、やっぱ俺もミーハーなんですよ。だから、いざ自分がね、モノマネとかずっとテレビで見てた人だからね、そういう人に会うとやっぱ緊張しちゃうので。なんか好きな照明、なんかいいと思う。あ、そうだったんですね。ああ、うん。そう、だから、例えば楽しんごとかね、別に私興味ない人は別に緊張しないんだけど、そう、ね、そう。長秀和さんはほら、あれなんですよね。やっぱその自分がちょうど大学生の頃にめちゃくちゃテレビ出てたんで、だその時俺一番テレビ見てた時期なんですよ。うん、だからやっぱりね、あ、テレビで見た人だみたいな感じで、やっぱり緊張しちゃいましたね、この間もね。うん、今度ね、議員になられるの分かります？選挙出るの。長井さん。そう、長井さん、西東京のね、一応議員になるらしくて、選挙出るんですよね。西東京なんだ。うん。なんか、ね、なんかね、それだったら楽勝だろうって感じが。あ、皆さん、じゃあ、一枚写真撮りますよ。とりあえず全員合流できたので。祈り生きてる。あ、いのに、じゃあ、ちょっとだけ顔出して。そう。そう、それで OK。それで映る。はい、行きます。はい、撮ります。はい。もう一枚くらい撮りますね。はい。ちょっといのに、もうちょっとこう、あ、そう、それ OK。はい。はい、行きましょう。いや、ほんと。いのに、マリちゃんのこと覚えてるかな？絶対ね、同じ空間にはいたんだな。あ、そう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 。だからちょうどだから、イノリンがね、いや、もう何回も多分、2回は会ってる、バッティングしてるはず。そう、だから。あ、じゃあ、改めて、じゃあ、そうだね、改めて、そう。じゃあ自己紹介しましょう、今更ですけど。あ、ちょうどライブ配信始まったんでね、自己紹介をしましょう、皆さん。じゃあ、私はいいから、誰だろうな、まず一番しなきゃいけない。あ、じゃあ、まず一番最初、マリさん、ぜひ、はい。何、告知とかも忘れながら、こう。なんすよ、マリさんですか。はい。あ、じゃあ、とりあえず、今はアーティスト活動ですよね、だからね、一番重きに置いてるのは。そうですね。うん、うん、うん。とにかくあれですよ。えっちゃんね。ああ、アーティストね、アーティスト。だから、いわゆる、ああ、もう、あれですよ。なんか、みやさんと私と、結構は、スポンサーがいるから。そう。維持期ランキングの、オリコンっていうのがあって、なんとそれの16位だから。うん、上から数えて16位だからね。下から数えてじゃないですからね。上から数えて16位。私、下から数えたら16位目指せる自信はあるんですけど、さすがに上からはちょっとないんで、そう。だから、それだけあれだよ。あ、マリさんはもうとにかく、いわゆる実績のあるアーティストになられたわけで。で、渋谷のタワーレコードって聞いたことあるかな？えっちゃんは。あれでしょ？渋谷近いからね。渋谷のタワーレコードに、マリさんの CD のコーナーが、置いてあったんだから。うん、それだけ、あれなんですね。我々の周りでは、もう一覧、一人を争うほど成功されている方なわけです。うん。ああ、またやるんですね。素晴らしいですね。だからね。うん。そんな。タワレコの顔だね。あ、立川出身なんだ、今更ですけど。あ、埼玉じゃなかったんですね。埼玉ご出身だと思った。あ、そうだったんですね。ああ、
今更ですけど、初めて知るんですね。あ、じゃあ、だからマリさんはね、あ、今日この後もね、だからマリさんね、新宿でね、お笑いライブのね、MC やられますからね。なんで、時間のある方、ぜひね、新宿の方にね、行って、マリさんのその、今年初めてですかね、あれは。うん、ですね。うん、一発目のその、MC っぷりをね、ぜひね、見ていただきたいなと思ってます。なんで、マリさん、今年の本年もよろしくお願いします。本当に、うん。そう、なかなかタイミング合わせね、ちょっと USJ とか行けたり、ちょっとしてないので、あれなんですけど。うん、一応ね、今日いるマリさん以外のメンバー、全員が一応、2月9日はね、USJ 行く予定なんですよ。その緊急事態宣言とかわけわかんないことになってなければですけどね。うん。うん、なんで、そしたら、ぜひ、お土産買ってきますんでね。はい。ぜひ、楽しみにしててください。じゃあ、ちゃん、自己紹介を。自己紹介を。はい、女子大生。いろんな場所に行くのは好きなので。温泉は好きでしょ、だから。温泉はもう、一緒です。はい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 。だからまあ、とにかく、あれですよね。まあ、なんですか。すいません、今、ちょっと LINE 編集で。港クライフだけじゃなくて。うん。なんか新宿クラフとか、台東クラフとかも、今は渋谷クライフを楽しんでるでしょ、だからね。そうですね、だから一人、一人暮らしなので、うん、えっちゃん、じゃあ、この動画を見てる方々になんか、えっちゃんが知り合いたい人は誰ですか？知り合いたい人。うん、知れた初期の男性、どういう初期の男性と、うん、ホリエモンとか、ホリエモンで、ホリエモンと知り合いたいと、あとなんか、うん、港区界隈の、うん、経営者、ああ、平田区言えばお金持ちってことで大丈夫平田区言った、それで OK？ お金、お金持ちがいい、やっぱり、うん、あ、そうだ、そうだ、そうです。ただ、そのお金持ちって言ってもね、そのね、怪しいことしてお金持ちの方はちょっとね、あれじゃなくて、お指じゃないので、ね、ちゃんと経営されている方とか、お医者さんですとか、税理士さんとか、そういった方々、もしエッチャー気になりましたらですね、ご連絡を。お待ちして、あ、もう、ついちゃいましたね、今、着きました。いい感じですね、なんかね、ちょうど、本当に街中にあるんですよ、ここね。びっくりしました。さあ、どうだろう。もう今日日曜日ですからね。多分結構混んでる可能性もあります。OK、うん、OK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 。すごいね、本当に。街中にある感じですね。目の前に。まあ、こんな感じでこう、個人的には、個人的にはね、えっちゃんは、一部の人には評価されるんじゃないかと思ってます。そうね。ただ、大多数の人にはちょっとあれなのかなっていうところですけど、やっぱりその私のような一部の人は、えっちゃんの才能に気づいてるんで、今ね、タクシーさんがちょっとね、あれでしたね。ちょっと譲り合いの精神ですね。こうやって。おめでとうございますね。おめでとうございます。すごいですね。やっぱね、住宅街ってことで、やっぱ、こういう光景を目の当たりしちゃうと、ちょっと私、やっぱり、ますます免許ちょっと取るの嫌だなって思って。ちょっと無理だな。まあ、だから今日は、非常にこう、豊かなメンバーというか。じゃあ、もうすぐ着くかもしれないけど、とりあえずアッキーさん、自己紹介を。はい。牛乳大好き、アッキーです。はい。亀戸アッキーハウス。はい。鈴木さんと、はい。盛り上げるぞ。ちょっとね、
とにかく今言ったことの内容がね、何一つとして理解できないこと たくさんいらっしゃると思うんですけど、あの、なんか、うん。ケイ、うん、今ね、あの、ますますね、ここからご覧になった方とか、最初からご覧になってる方もね、さっぱりこの人たち何言ってるか分かんないよっていうふうに思ってる方結構多いので、ね、まあ、ちょっと解説させていただくとですね、その、まあ、ストレートに言ってしまった私と今、アッキーさんは、なんと、一緒に暮らしています。同じ屋根の下で。本当に、あれですよ。しかも、あ、マリさん、この話したかは分かんないですけど、あの、私今、だから、女性専用シェアハウスになぜか私住んでるんですよ。はい。女性専用シェアハウス。で、女装をしてる人は今、誰もいないんですよね。なんと、私だけが男性で、他の、まあ、お二方かお三方か分かんないですけど、とりあえずあの方々は全員女性という。なんかね、前、私の部屋に住んでた人がいるんだけど、その人は女装して暮らしてたらしいんですよね。だ要は、あの、女装しないとダメだったらしいんですよね。さすがに女性専用シェアハウスだからってことで。だけど私は前代未聞で女装すらせずに、なんか住まわせていただいてるっていう、なんかちょっと、ご好意をいただいてるんですけどね。だから今、そのシェアハウスの、まあ、オーナーが、こちらにいるアッキーさんなんですよ。なんで、アッキーさん、あとで宮さんともすごい仲良しで、あれなんですけど、あの、とにかく、いろいろ、こう、まあ、面白おかしい経歴をお持ちの方で、あの、そう。だからね、あの、毎日本当に一つ屋根の下で暮らしててもですね、あの、本当に飽きないというか、なんかまあ、わちゃ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 面白いなという感じで、うん。日々充実した生活を送らせていただいてるんですよね。ここ常盤台といたら、私最初18歳の時に日本に来たばかりで、うん、はい、そう、もう常盤台の日本語学校に通った。ああ、そうだったの。ちょっと名残がありますねって。ああ一番最初はこれじゃこうだったんだ。そうそう、あのもう常盤台は最寄り駅でした。ああ、じゃあそっからあれなんだね、あの大学に入ったわけで、日本学校卒業してから大学かな。ああ、すごいね。でもその時からもうなんかいろんな場所行って遊んでた方が、うん、なんか今のため、なんかこの放送をご覧の方ね、えっちゃんのその日本語とかを聞いてると、常盤台の日本学校大丈夫なのかっていうふうに思われてる方はちょっと多いかもしれないですけど、きっと大丈夫だと思うと思います。ちゃんとしてると、おそらく思います。ちゃんとしてるよ、ちゃんとしてるよ、ちゃんとしてるよ、めちゃくちゃ。あの、日本語もお上手ですよ。あの、日本語って難しいらしいからさ。うん。だ、えっちゃんは中国語も喋れるし、日本語も喋れるし、英語も喋れるわけですからね。すごいんですよ。うん、すごいっすよ。そう、だから、そう。あの、ぜひ、マリさんにもね、ぜひ、あの、私、だから今、カナイドにアッキーさんと、あと、その女性の方と住んでるんで、ぜひ、あの、まあ、マリさんにもね、ちょっとカナイド遠いかもしれませんけど、まあ、全然、あの、機会があればいいので、あの、よかったら遊びに来てほしいです。うん、うん。あ、ぜひ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 。あの、前のほら、六本木の家みたいな感じで、全然あの、お母さんも連れてきてください。構わないので、あの、全然、美味しい鍋とか。鍋に、そうなんですよ。あ、ぜひ行きます。ね、鍋好きでしょ。あの、実は、亀戸ハウスではですね、まだ一回もやってないんですけど、来週ちょっと企画としてやろうとしてるのが、あの、鴨鍋会やろうとしてるんですよね。鴨肉の鍋。食べたことある？ないです。ない。めっちゃ美味しいんだよ、鴨の肉。中も肉の鍋をね、作ろうと思ってる。だから、あのね、マリさんだからね、あんまり鴨の肉食べたいぶっちゃけ、あの。で、ちょっとなんか、ちょっとなんか微妙かなって思うじゃん。めっちゃけ、ね、鴨肉かみたいな感じで思うかもしれない。だけど、これはなんでかって、理由があるんですよ、理由が。理由があるから、これはちょっとね、後々個別ラインで送りますね。なんで理由があるかっていうの。うん、ちょっとこの放送では言えないので、その話はちょっと話そう。とりあえず、亀戸ハウスでは今後ね、鍋会どんどん開いて、なおかつその、できればその、鴨の鍋会を中心にやっていこうかなと思ってるんです。なんで、そう、ぜひ、ね、アッキーさん、まあ、アッキーさんがその主ですから、アッキーさんを中心とした亀戸ハウスにね、この放送をご覧の方もぜひ、遊びに来てください。本当に亀戸駅から歩いて、ほんとすぐ目の前でございます。気になった方いたらですね、ツイッターかなんかで DM 送ってくだされば、私があの、亀戸駅までお迎えに上がりますので、そしたら、亀戸ハウスに。皆さんのことをご案内いたします、ね。全然あの、鍋とか無料で私がご馳走しますので、ぜひ、いらっしゃいください。あ、もうすぐですね。今、ようやく停車できますね。はい。あ、ちょうどいいぐらいですね。でも今、時刻が2時半なんでね。まあ、2時間ぐらいは、ちゃんと施設で、まったりと温泉を楽しむことができそうです。
ちょっと今ちょっと注意してたね。あ、イノリンじゃあ、なんか一言。やだそうです。とりあえずまあ、もう一人、可愛らしい女性の方が一番後ろに乗ってらっしゃいますけど、イノリちゃんがね、いますんで、まあ、とりあえず、今日の放送をご覧の方ね、ぜひ、まあ、短い時間ですけども、よろしくお願いします。それじゃあ、今ね、今ちょうど到着しました。ね。ちょっとね、当然ですけど、施設内から撮影許可なんてもらえるわけがないので、あんまり派手にちょっと私がベラベラ一言言うのはちょっとまずいので、まあ、こっそりちょっと配信していこうかなと思ってますんでね。皆さんもよかったら見てくださいね。じゃあ、皆さん、じゃあ、降りましょう、まず。はい。ね、楽しみだ。楽しみだ、ちょっと。うん。あ、ちょっとここにいますね。ちょっとお見苦しい点がある。あ、でも、程よい天候ですかね。そこまで。寒いかもしれないですね。さあ、行こう。ちょっと待って、今、準備だけ。すみません。だけど、さあ行きます、今から。はい、よっしゃ。さあ行きましょう。素敵なあれですね。もう佇まいからしてあれ住宅街でかいある。いや、そうですね、そうだね。すごい見えますかね。古民家的な感じですね。なんかね、すごい楽しみですね。私も温泉すごい久しぶりなので、今年は初めて。いのり、温泉は今年な、あ、うつない、音声だけ。音声だけ。あ、そう、あ、じゃあ、愛さんは、あれ、愛さんは、今年は何回目ですかね、温泉は。本来。うん。あ、初めてだよね。あ、よかった、じゃあ、初温泉を、こんな愉快なメンバーで、受かること。できて、もうさよね、いいね、なんかね、あ、ちょっと写真撮んないとな、これね、ちゃんと来たっていう証明にしなきゃ、いいね、ちょっと、待って、ね、いいね、これちょっとね、ちょっと、あー、勝手に、ちょっと、よし、行こう、今から行きます。さあ、なんか書いてますね。特にカメラのことについては書いてないですね。お、大丈夫だな。なんだカメラについては何も書いてないですね。注意事項ね。こう。さあ、入りました。よいしょ。さあ、よいしょ。あ、これあるか。あれが必要なパターン。あ、みたいな、なんか、ね、でもこれ多分持ってくるやつで、ほら、ちゃんと。これ買ったばっかなんだけど、もしあれだと使ってください。ちょっと100円ショップないと思うとね。まあ、ちょっと、じゃあちょっと一旦、まあ、ちょっと一回配信を、ちょっと一回だけ止めたいと思います。またちょっと、
10分後に。え、そうだね、もう時間がもったいないし、せっかくだから。なんかしたい